衝撃にゲリラプレゼント企画。はい、こちらの条件を満たすと、エアメマンコラボスミレグラブ、翔平 TV T シャツ、バッティンググローブプレゼント。スミレグローブはなんと 500g 以下になります。軽い、軽すぎる。翔平 TV T シャツにバッティンググローブをプレゼント中、皆さんコメントお待ちしております。はい、どうも、りょうへいです。てるさです。うん、しょうありがとうございます。ピッチャーと取り比べしたじゃないですか。しましたね。僕もピッチャー用も持ってるんですよ、結構ちょっといろいろ投げて、はい、まあ、トレーニングも兼ねてね、ピッチャーの、はい、ピッチング練習をして、でそういうのを説明してもらいたいなと思います。わかりました。僕の持ってるものから紹介していこうかな。はい、はい、でこれがまず DM モデル、はい、名前は出さなかったかな。これがグランドペガサスと公式軟式兼用ってやつで、ちょっと固め、ちょっと大きい、完璧な、これはもう横使ってるグローブになります。だから大きくて、横型、まあこれも横閉じだし、横閉じ公式軟式兼用のグローブです。はい、はい、僕のもう一個 YGS、 これは小指2本思いっきり横、縦でも、いやもちろん使えるんですよ。僕がサイドスローになってから使ってたら、はい、自然的に横になってったって感じ。あ、ここにねすごい切れ込み入ってる、切れ込みが、こっち側に切れ込みは全くないでしょ。はい、こっちにすげえ曲がるように曲がってる。そう、でもね、縦でも使おうと思えば全然使えるグローブかなと。でこれ山本さんの片付け的に、親指残しの片付けを山本さんすごくするので、まあ別に全然縦でも横でも使えるんですけども、僕が使った結果横になった。山本さん的にも最終的な片付けは多分自分でみたいな感じの方だから。でこれあのデザインがすごい、我が所沢出身のオリックス山崎幸也選手っぽいカラーリングをしているので、勝手に親近感を湧いているグローブです。はい、なのでこれはもう小指の軟式用の、横閉じです。はい、続いてがこれがもうずっと試合で使ってるやつかな。最近になって去年の夏以降試合で使ってるお日様グラブ、お日様、絆グローブですね。でこれは軟式用なんですけど、革自体は多分硬式かな。めちゃくちゃ硬い、未だにここまでしか閉じない、すごい力が入りやすい縦横閉じなんだけど、縦閉じを横で使う、巻き込んだ時に絶対土手が潰れないようにっていう意味で縦横閉じになってる、グローブになります。でこれは普通に5本指で、ジョイントバックかな、ジョイントバックの2ピース。なので特徴を集めると、5本指軟式用縦横閉じ、まあ縦閉じって言ったらいいのかな、ほぼほぼって感じの、ただ肩は横、っていったようなグローブになります。はい、じゃあ続いてヒロトのグローブがある、最初の紹介をします。はい、まずこちらですね、松坂大輔投手のシグネーチャーモデル、はい、はい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 、2007年のやつか、メジャー行った1年目ぐらいかなっていうような、はい、だと思います。はい、で黒珍しいね。黒珍しいです。で紐が確かあれだよね、もうメルカリで買ったやつ、メルカリで買ったやつ、紐がもう交換されてたと。はい、なんかこの閉じ方が特徴的で、なんか横でも縦でもどちらもいけるって感じ、こういう閉じ方になりやすい。なるほどなるほど、うん、最近の閉じに近いのかな、じゃあ多分そうです。向こうかすげえ改造されてるよ、改造されてます。次こっち千賀投手のモデルですね、はい、しっかりと使ってくれてるようで嬉しいので、はいはい、はい、じゃあヒロト今回もピッチャーよろしくね。はい、頑張ります。じゃあそれではやっていきます。いいっす。はい、まずワールドペガスの DM モデルを使っていきます。使ってみた感想なんですけど、結構まとまりがあってたんですけど、コントロールが股関節の体重移動っていうのがしやすかったのがこのグローブでした。次いきます。はい、次はナイキのシグネーチャーモデル使っていきます。シグネーチャーモデルはちょっとコントロールばらつきあったので、上から投げるよりかは3クォーターとかサイドスローの方が向いてるのかなと、このグローブには感じました。次いきます。次は絆グローブを使っていきます。
絆グローブ使ってきたんですけど、縦横閉じがちょっとなんか自分に合ってないっていう感じがして、多分洋平さんがサイドスローで横で使ってるっていうのもあるんですけど、あんまり上からではちょっと自分には合わないなっていうのを感じました。次は YG8 を使っていきます。YGS 使ってきたんですけども、結構親指がしっかりしてる分ここに巻きやすいのかなと思います。多分これどっちも縦でもやっぱ横でも使えるんで、結構小指で上から投げる人は結構おすすめかもしれないです。ラストは千賀投手モデルを使っていきたいと思います。はい、千賀投手モデル使ってきたんですけど、球の勢いは一番出るグローブかなと思いました。自分の中で縦回転のしやすさと、この持っていくまでのこの胸からの引き動作が一番しやすかったのがこの千賀投手モデルでした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかどれが自分に合ってる？対照的なんですけど、この2つが投げやすかったですね。あ、対照的と言いつつどっちも公式で使えて、閉じは横閉じっていう感じはそこは合ってるけどね。ただ横で使うか縦で使うかっていうその使い方の違いは、使い方の違い、グローブの型的にはやっぱ万能なんだな。受けてる方でも、はい、やっぱねこの2つに関しては、まあ、スピードが出る、はい、まとまりがある投げてて、はい、みたいな感じで、まあ、あと強いて言うなら YGS もそうかな。なんか小指のあれで軸が入りやすいのか分かんないけど、うん、それもあるのかなと思います、うん、まあなんでね、やっぱ今多分ヒロとかさっきずっと感想言ってくれてたんで、はい、まあ、そこを見越してね、皆さんちょっとピッチャーの方なんかとかピッチャー挑戦したい方、これもちろん草野球人にも言えることなので、まあ皆さんぜひちょっとそういったところでよかったら参考にしていただけたらなと思います、はい、ということで本日は投手用のグローブを投げ比べしてきました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。